ビッグアンドロードからのワイドオープンからのスリーポイントが昨日決まった福島ファイアモンズ、ここもスリー、じわじわとワースミスが行って、さらに水尾時計、杉本強引に行って外展開するスリーポイント、ゴール下での強さを発揮しました、ラメネル。そしてここはレイバック、レオライオン、ジャンパーラメネル、ミドルからここも2ポイント、早めにプレッシャーをかけていく、残り5秒になる。そしてここは狙っていってエチェリケ、タンク、アルティリチはフロントコートに入っていった福島ファイアモンズ、土屋からチョン・ギボム、さらには橋本インサイド入ってきてレイアップ、共同キャプテンの一人、外、さあワイドオープンのボールをカットした、そしてレイアップ、大塚優斗、個人ファウルを奪っていったんですが、ファイブファウルには至りませんでした。ここもうまくバンクショットを決めていく、木田、チョン・ギボムにファウルがありました。タイムアウト、福島ファイア、杉本圭、そしてアシュリー、スリーポイントになっていく、決まる、スリーポイント来た、ここはスリーポイントラインを見ながらゾーンで守る福島ファイアーボンズに対して、ペイントリアンフローター、決めていった、長谷川智信入ってきてポジションを変えて、自らのスリーポイントを打つ場所にポジションを変えるか、その長谷川を見て、やレイアップに決めていく、ここは2点です。長谷川、そしてワーススミス、スミス、ダンク、ここは2ポイント、ハレルソン、ブランドン・アシュリー、杉本圭、パスを回します、ショットクロックが10秒になる、アシュリー、ここはここにマンツーマン気味に守っている千葉ですが、長谷川に対してバウンズパス、エチェリケ、ファウルをもらって、スリーポイントライン見ながらボールを杉本に送っていく、アシュリーから杉本、木田、スリーポイントを狙っていく、決まった、木田隆明、まだ分かりませんがこのオフェンス、アルティーニが決めれば2分を切ってきて、そしてここで来ました、さあ時計が進んで試合が終わりました。